神奈な仏の里美術館は、静岡県田方郡神奈な町桑原にある美術館。桑原区で守られてきた24体の仏像を、町民の財産として保存継承していくための施設である。神奈な町、桑原区では、長源寺の境内にある、薬師堂で、喜びはぶし、実喜びの作である木造阿弥陀山尊像や木造、薬師如来座像等、 国の重要文化財、県市定有形文化財、町市定有形文化財を含む仏像24体が住民によって保管されていた。しかし、薬師堂の老朽化や災害時の対応、仏像の修復が課題となっており、2008年2月、桑原区は道区内に保存収蔵展示施設の建設等を条件として、神奈美町に仏像群を寄付した。これを受け、 同年4月25日に、神奈美町議会文教構成委員会が、保存方法検討のために、現地視察を行っている。同年6月の定例議会で、芹沢信幸町長は、町職員で構成する文化、スポーツ振興部会で検討を行った結果を踏まえ、1982年に移転した、旧桑村小学校跡地を建設の候補地とし、5年、 以内の開館を目指す意向を示した。2009年9月7日、神奈美町は町の関係各課、桑原仏像保存展示協議会代表、議員、桑原区住民らで構成される、仮称、阿弥陀展示館の基本計画について議論するプロジェクト会議を設置し、第1回会合を開いて意見交換を行った。プロポーザル方式により決定した、 設計担当のク龍ー総合計画事務所主催、ク龍明ーアキラが、概算工事費は2億2000万円、延べ床面積約530平方メートルで、礼拝の対象でありながら、美術館として見る、テンプルミュージアムのコンセプトを述べるなど、素案の説明を行った。また、同年10月末までに、基本設計をまとめ、2009年度中の実施設計を、 終了し、2013年の開館予定であることが示された。2009年10月20日、基本計画プロジェクト会議の第2回の会合が開かれ、基本計画の大枠が示された。敷地、建物、防災防犯対策、仏像の展示方法と植栽計画や強度、資料館の活用などの案が、設計業者から提案され、整備事業の日程の早期化により、 当初予定していた2013年より開館が前倒しになる可能性が示された。神奈美町は寄付された仏像群を貴重な観光資源と認識し、仏像の保存や継承に加え、新施設を観光拠点として活用することも目指していた。仏像展示施設の開館に向けて、施設の魅力向上を目的に、斉藤博委員長ら文化、教育、 観光に詳しい18人で町阿弥陀、郷土資料展示館管理委員会が構成された。委員会では施設を町運営とすることや入館料金、名称等検討が重ねられていく。委員会は仏像や歴史の解説を行う人材の育成や町内外の観光資源とのネットワーク化といった提案をまとめ森信彦町長に提出した。 施設の名称を決めるにあたり、神奈美町は2010年9月に、阿弥陀、郷土資料館の愛称を公募。募集の結果、京急十案の応募があり、同年11月開催の、第3回神奈美町阿弥陀、郷土展示館管理運営検討委員会にて、神奈美、桑原仏の里美術館、神奈美仏の里ミュージアム、神奈美仏の里ミュージアムの3案に絞られた。 検討委員会はこれらの案を町へ提出し、町当局で検討が進められた。翌2011年の神奈美町議会6月定例会にて、神奈美仏の里美術館の設置、管理条例の制定について審議が行われ、神奈美仏の里美術館と制定された。仏像や歴史の解説を行う人材を育成するため、町は、ふるさとボランティアガイド養成講座を開設。 公募により集まった受講生に約1年間をかけて座学と実地研修を行い、2012年3月27日に一期生の修了証書授与式が行われ、40代から70代の町民17人のふるさとボランティアガイドが誕生した。町は2011年から観光プロデューサーとして民間の旅行会社勤務経験者を採用して観光推進に力を入れており、 美術館開館にあたって案内状を県内外の観光施設約900カ所に送付し、開館日当日に大,大手旅行会社による日帰りツアーを組むなど手配していた。2012年3月18日、地域住民向けの内覧会が行われ、住民約240人が来館した。同年4月5日、報道向け内覧会が行われた。2012年4月14日、 神奈美仏の里美術館が開館した。初代館長は鈴木勝彦である。延べ床面積552平方メートル、総工費3億6900万円で、初年度の来館者数は1万3200人を見込んでいた。記念式典には300人が出席し、初日の来館者数は1097人だった。 開館から同年5月6日までの間に延べ4733人が来館した。同年7月20日、来館者数1万人を達成。同年9月には来館者数が約1万3000人となり、開館当初の期待と比較しても2倍以上の人が訪れていた。こうした中、神奈美仏の里美術館では、伊豆の修善寺や岩城寺院にある、 喜び派の仏像を含めて、交通機関とともに、伊豆の仏像を巡る企画なども行っている。2013年5月25日、来館者数3万人を達成。2014年4月18日、来館者数5万人を達成。2016年9月18日、来館者数10万人を達成。寺尾原遺跡で出土した22点の土器を、 展示するという企画展も2017年に行っている。2017年5月、奈良国立博物館文化財保存修理所にて、木造阿弥陀如来及び両脇地蔵の修復事業が始まる。観音菩薩立像の左腕が別の像に付けられていたことが判明したため銅像の左腕の付け替えを行う修復と、阿弥陀如来座像の台座の修復を行う。 大規模な修復事業であった。2018年3月、木造阿弥陀如来及び両脇地蔵の修復事業終了。これにより、修造する仏像24体のうち23体の修理が完了した。同年4月17日、平成の大修理完成及び開館7周年、記念イベントが開催された2019年4月、八田長春が館長に就任。 制作年代は平安時代とされる。2001年3月、静岡県有形文化財に指定されている。制作年代は平安時代とされる。2001年3月、静岡県有形文化財に指定されている。制作年代は平安時代とされる。2001年3月、静岡県有形文化財に指定されている。制作年代は室町時代以降とされる。 神奈美町有形文化財に指定されている。制作年代は江戸時代以降とされる。神奈美町有形文化財に指定されている。制作年代は江戸時代以降とされる。神奈美町有形文化財に指定されている。本山尊蔵は三区共に党大根幹部を日の木の一材から掘りなし、前後に割り配で内子を施し、割り首とし、玉眼を貫入する。 作者は、自喜び。制作年代は、研究年間の末頃と考えられている。レンゲ座は、鎌倉時代初頭の当初の状態が残っており、特徴的である。1991年には、ロンドン大英博物館で開催された、日本美術展、鎌倉時代の彫刻に、展示の代表作品として出展された。1992年に、 国の重要文化財に指定されている。かつて桑原の地に所在した、新興寺の本尊と伝えられている。1977年に、静岡県有形文化財に指定された、平安時代後期の茅屋材一木割新作り、造高は106.5センチメートル。体育に重量感があり、顔を正面に向け、背筋を伸ばして座っており、左手の手のひらを上に向けて、 薬庫を載せている。制作年代は、平安時代中期、11世紀前半とされている。1984年6月に、東京芸術大学教授の水野慶三郎によって、初めて学術的な調査が行われた結果、薬師如来座像の脇地日光、月光菩薩とされていた二菩薩立像が本来は、阿弥陀如来座像の脇地であったことが判明した。 静岡県内には、神奈美仏の里美術館以外では、河津町、島田市などにも、県文化財指定の木造薬師如来像がある。十二新将立像は、桑原薬師堂内に安置されていた、本尊薬師如来像に随時していたものであるが、どの時代に、このような形で安置されたかは不明である。十二新将立像は、何種類かの制作年代の異なる像が、混在している。 しかし、修復作業において、一新肖像から、賢治三年の牧署名が判明したことから、制作年代は、鎌倉時代から、江戸時代とされた。十二神章は、薬師如来を守護する、御法神として安置される。後に、これが十二子と結びつけられ、頭髪の中に、動物の姿で十二子を表すようになる。二千十二年から、埼玉県木美文化財修復所へ修復を、 依頼していた十二新小立像は、2013年10月末に修復を終え、十二体すべてに挟んで本体から離れていた手が戻った。このうち牛像は、手先だけでなく、右手に持つ方棒も見つかっている。角像とも旗袖衣、も、袖衣、または大袖衣、も、チュンをつけ、袴を履き、金郊、健甲、胸甲、胸甲、腰甲をつけるなど、 一般的な十二新小像の造用を表す。造像技法については、当体幹部を一材から掘り出し、基本的に前後割り萩とし、割り首、内繰りを施している。両手両足等については、軽視によって各章を這いでいる。角像とも玉眼を貫入し、彩色を施している。2012年完成。鉄筋コンクリート、一部鉄骨作り一階建て。 設計は、千葉大学大学院教授の九龍明による。とんがり屋根の大小二つの正方形が L 字型に結ばれている。設計コンセプトは、銅としての佇まいのある建物であること、環境と融合した建物であることの二点である。仏像群が、桑原地区の守護仏として、薬師堂で保存されてきたことから、神仏を祀る銅としての役割を持ち、 かつ地域コミュニティの場として機能するよう設計されている。屋根は寺院の建築様式と住民の集う場所をイメージし、四角水状の屋根の形である方形作りを採用している。設計者の九流は屋根材の選択に際し、風景と調和する光りすぎない素材が必要だったと述べている。庭園は、桑原の里山地域の四季を感じられるよう、神奈未聴目姫者ら、 同調花、箱根桜を中心に、桑原の自然を集めた作りになっている。庭園の設計は、奈良女子大学教授の宮城俊作による。2012年には、第5回静岡県警官賞の受賞地区が発表され、神奈美仏の里美術館は、優秀賞を受賞した。入り口館内の案内は、神奈美町が主催した、ふるさとボランティアガイド養成講座を終了した。 ボランティアガイドが行っている。所在地開館時間休館日観覧料、電車路線バス車。ありがとうございます。